2018年2月28日、当時市川海老蔵さんがブログで長男勸玄くんの連獅子姿を公開されていました。13代目市川團十郎襲名も近いと言われている時でした。そしてもう一つ噂されていたのが、勸玄くんの8代目市川新之助のダブル襲名です。海老蔵さんは具体的に言及しておられないものの、東京オリンピックの2020年を目処とする見方が強いと言われていた時代です。そんな中、海老蔵さんは感動というタイトルでブログを更新されています。赤い髪のカツラをかぶり、歌舞伎の演目連獅子の練習をしている勸玄くんの姿を捉えた写真を公開されていました。形だけやったそうですとコメント。連獅子は親子愛を描いた人気演目だということです。特に実際の親子が演じる際は大変な盛り上がりを見せるとのことです。海老蔵さん自身も父である12代目團十郎の仔獅子を111回務めたそうです。そして勸玄くんに語りかけるように、いつの日かね、パパは10歳でした、初の連獅子はそのあたりを目指しましょうねと優しく綴っておられました。ブログの読者からは、すごいです、感動ですね、成田さんの連獅子を楽しみにしています、海老蔵さんとの親子連獅子楽しみにしておりますなどの将来を期待するコメントがたくさん寄せられていました。海老蔵さんはブログに感慨深げに、なんか感動と書いて締めくくっておられます。ダブル襲名にますます期待が高まる記事となっていました。その後コロナ禍に見舞われ、襲名は延期されましたね。そして2022年10月31日、歌舞伎座での顔寄せ手打ち式を経て襲名されました。その後2022年11月から2024年10月まで襲名披露興行が行われています。勸玄くんも頑張っておられます。応援しましょう。チャンネル登録、コメント励みになります。お待ちしています。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。